皆様おはようございます。世界を旅するドラマーパーカッショニストのカズです。日々ライブをしたり、レコーディングをしたり、レッスンをしたり、オンラインサロン、リズムの学校の運営をしたりしております。今日もよろしくお願いします。 さてさて、えー、本日はですね、一つ、えー、本題に入っていく前にご報告があります。えー、オンラインサロン、リズムの学校、えー、毎日投稿ね、めっちゃ頑張っているんですけれども、えっ、ー、と、今日ね、この絵、収録してるのが3月3日なんですが、なんとこの3、3の日にですね、えー、参加者が33人になりました。イエーイっていうね、いや、めちゃくちゃ嬉しい、C、奇跡。 いやー、嬉しいですね。33人の参加者が、えー、いらっしゃいまして。えっ、ー、とですね、あの、なんだろうな、ここ,こ,こでちょっと一回思いをね、もう一回語っておくと、えっ、ー、と、マジで、これはあの入ってほしいなって思ってます。えっ、ー、と、なんか僕、結構そのライブとかでね、あの、 い,のいろんな形で投げ銭投げ銭してくださいとかあの応援チャージしてくださいとか今までこうたくさん言ってきたんですけどえっ、ー、とね多分ね一番あのコスパがいいのは。 <laughs> このサロンに入っていただくことかなと僕は思っていますそういうあの方に向けて話してしまいますけれども、えー、とすごくね、えー、とー毎回投げ銭本当に助かっていてでそれでねライブハウスの支援になったりするので、あのー、それもねすごくすごくあ,ありがたいですし今もありがたく、あのー、受け取っているんですけれども、えー、とーそれでね一回投げ銭してもらってでも僕なんか返せるものが。 ねまあ、もちろん演奏してそれで感動してくれてっていうのは、まあ嬉しいんですけどね返せるものがあるとしたらやっぱり毎日のなんかこう戦っている姿をサロンの中でね見てもらうのが一番いいかなと思っているんですなのでえっ、ー、とあのこれはもう本当によければの話ですけどえっ、ー、とオンラインサロンリズムの学校のねあの、まあ、メンバー得点を選ぶみたいな形で。 えと入っていただく形になるんですよであの外からするとですねあの僕を支援してその、えー、支援の特典としてえっ、ー、とフェイスブックページに入れるというかその URL を送ってでそれで僕が承認してっていう形なんですけどあのそこに入っていただくことがね多分ね 一番僕のことを分かっていただけるし、えっ、ー、と、X1000、えー、円でこんなん見れていいのこんな話聞けちゃっていいのっていう話を、えー、かなり毎日、濃くですね、してますしね。あのー、なので、<laughs> よかったらぜひぜひ、あの、非常にコスパいいと思いますので、あの、よろしくお願いしますという感じです。えー、33人、あの、超えたところでね、もう一回ちょっとこういう、あの、宣伝じみた話をしてしまいますけれども、あの、ぜひぜひ入ってください。でね、こういう文化が、 <laughs> あの,ミュージシャンの中でで広がっていってていしんですよね、あのー、みんなさすごいこう知識もあったり技術もあったり考えてることが素敵だったり、えー、すごくそれぞれにいいものを持っているのになんかこう活用できない音楽シーンっていうのが今すごく問題だなって思っていてあのー、<laughs> もちろんねライブとかも めちゃくちゃゃく楽しいしいそれでねお客さんもだんだん入ってこれるようになっていて、あのーね、コロナで来れなかったお客さんたちが、えー、実際生で見れるようにもなってで配信もあってでそんな感じでね活動の場所っていうのはあの減ってはいないんですけれどもやっぱり圧倒的になんかこうミュージシャンってなんか、あのー、好きでやっていてでそれで。 ね、食っていけるなんてあの夢の、また夢の話だみたいなところってずっと拭いされないじゃないですか。なんでなんか いやこういうやり方もあるんだよっていうことを僕はちょっとこう提示していきたいなっていうのがあってのオンラインサロンです。で中に入っていただけたら僕が何をやっているかがまあ一目瞭然でわかると思います、えー。僕が今まで学んできたいろんなことを、えー、いろんな、ね、リズムのことを中心ですけど、えー、とーもう本当それだけじゃないかもね。その時に思ったことを割とこう落とし込んでいっているので、えー、それをね やっぱり伝えるということをコンテンツにしてやっています。なんでね、僕の、あの、これはまあ、あの、すごい、あのいい悪いの話じゃなくて、僕にできる経験っていうのは、僕にしかできないことなので、やっぱりそれを何かこう、形にしてね、皆さんにお伝えしていくということが、えー、できればいいなと思って。だから、こういうラジオもそうですし、えっ、ー、と、日々のね、あの、 SNS の投稿だったりとか、えー、ブログ記事とかね、ではまあもちろんそういうことをやっているわけです。で、それが一番色濃く反映されているのがオンラインサロンであって、えー、まあむちゃくちゃコスパいいので <laughs>、この値段でいいんですかってみんなに言われる、あの、入った方には言われているので、えー、いいんです。なぜなら、 えー、たくさん入ってほしいからです。たくさんの方にですね、えー、聞いてほしいからですね、僕の話を。これがねあの、会員制でね、なんか5000ぐらいのね、なんかそういうサロンにすることももちろんできますし、そういう選択肢もなくはなかったんですけど、えー、そんなことじゃないんです。僕がしたいのは、もっとたくさんの人にね、あのいろんなことをお伝えしたいから、えー、このぐらいの価格設定にしているということなので、ぜひぜひ入っていただきたいなと思います。あ結局 <laughs> なんか本題にに入る前にとか言って が、もうオンラインサロンの話になってしまいましたけども、まあこういう会もあってもいいんじゃないでしょうかと思います。<laughs> えっとでね。えっと昨日の話もしておきましょうかね、えー、昨日はですね。東梅田アジテイトあの僕のもう、ほん大阪のもう家みたいな、えー、ライブハウスがありますが、えー、東梅田アジテイトでですね。もうずーっとやっているイベント数が叩きます。というね。もうそのまんまやんけーっていうタイトルなんですけど。えー それの32回32回目がありまして、えー、まあめちゃくちゃ楽しかったっすねうんあの32回ってちょっとあの異常な数字ではあるんですけどまあまあまああのライブをね のやってる仲間たちとかライブハウスのイベントとかでもう何百回とかねあのやってるイベントもあるので別にそこから比べたら大したことないかもしれないですけど結構ペースとやってることのエグさは <laughs> 負けてない気がしていてえっ、ー、とあのね数がたきますって56年前に多分やってたイベントで,でその時四五回 だったんですよ、45回ぐらいやってで、僕がちょっと燃え尽きてしまったその時になんかいろんなことがあったんですよねその時期であのー、一旦燃え尽きてしまってやらなくなってたんですよずっとあのセブンデイズというね、あのー、今はあのセブンデイズから移動したよっくんがやっているアジテイトでやってますけどもセブンデイズというお店でやってたんですけど、えー、そのね45回やって一旦お休みしてたんですで34年空いて 5年ぐらい空いたのかな5年ぐらい空いてでなんかこうよっくんとも、えー、再会まあなんか度々会ってはいたけど、えー、ちゃんと再会してじゃあ数が叩きますちょっともう一回やろうかっていう話をしてからの32回なんでここ32年で二十何回やってるっていう <laughs> これ驚愕の数字なんですよねもう月1。 月一どころの騒ぎじゃない時もあるので、えー、そんな感じでですね、まあようやく、あの、期間にしてみたら1ヶ月を超えたという感じなんですけど、<laughs> まあまあ本当に、で、この中身がですよ、中身が毎回アーティストが4、5組出て、えっ、ー、と、それをまあ僕が、 全組サポートするといいうことをやっているので本当に「数がたたきます」で出会わせてもらったアーティストっていうのはもうほんと限りないですし、えー、今もねあのすごく濃く付き合っている仲間もいれば、まあ、もちろんその時だけでまだねあの一度も一緒にできてない方もいるんですけれども何、えー、かこう「数がたたきます」に。 ね、あの出てもらえるっていうことはもうそれでもうそこで縁が始まっているっていう、えー、すごくなんかこう貴重な時間だなと思いました昨日もですね本当にねあのー、すごいもうなんだろうなあのジェットコースターみたいな <laughs> 出演者でしたねみんな,なんかあのー、全員揃ってジェットコースターみたいな、うん、でもそういうなんかあのー、エンタメ感あもう最高に楽しいんですよ でこのねすごい楽しさをですねあのぜひぜひもう皆さんに知っていただきたいですし、えー、会場でね本当に味わっていただきたいなと思いますでこの「数がたきます」っていうのがなんとなくこう全国に今全国展開していっていてあのイベントのタイトルは変わるんですけど、えー、ほとんどの、ね、地域でこういうイベントをやりましょうということをね言えるんですよねで結構みんな乗り気になってくれてでその地元のミュージシャンとか ツアーミュージシャンとかを集めてくれて、えー、やってくれるというそういうねあのやっぱり僕が1人でミュージシャン集めて全部企画するっていうのはもう無理なんですよね <laughs> 正直それはそれでやってもいいと思ってるんですけど、えー、と正直そこにね咲く労力が咲く力が今なくてですねそれをねあの各地の あのすごく熱い人たちがやってくれているというもう本当にありがたい環境にいるなという感じで今思ってますはいなので、えー、今後もね、えー、東梅田アジテイトはもちろん、えー、数がたたきますどんどんやっていきますしえっ、ー、と染の京都とかね、えー、最近だったら染の京都とか、えー、この間は群馬とか、えー、いろんなね場所でねやってますので えー、ぜひぜひあの山梨もありますね、フィール・ロック・カフェとかですね、えー、群馬・キ進とかですね、えーこの、先日はモルタル・レコードで,埼玉,で埼玉編みたいな感じでやりましたけども、えー、すごいですよね、これね、全国47都道府県でこれできるんじゃないですか、こういうイベント。各地にタイトルが違ったりして、でも各地でやってることは。 一緒なんだけど、アーティストは全然違くって、で、内容もちょっとずつ変わっていって、でも、それがすごい。こう、夏野からあの大きな大きな円になっていくっていう、なんか、僕のちょっと野望がなんとなく見えてきたな、という感じです。なんでね、あの、例えば、大阪のメンバーを連れてどっかの地域に行くとか、群馬のメンバーを連れて大阪に行くとか、京都に行くとか、なんか、そういう。えー なんつうのかな、縁を大きくしていくね、活動をできて、あのー、活動ができたらいいなと思っておりますので、えー、これからもぜひぜひ応援よろしくお願いします。えー、数が届きますらね、一発、一発のなんかこう、なんだろうな、あれではなくてね、お祭りではなくて、ね、一発花火ではなくて、えー、もっともっとなんかつながっていく、縁、えー、をより、 あの強化していくようなイベントになっていくと思いますのでこれからも応援よろしくお願いしますという感じですはい、えー、それで今日はですね、えー、大阪にまだ実はいましてですね今日はあのアジテイトの店主のあの数が叩きますをねあの一緒にやってくれているヨックンが、えー、誕生日前夜ということでねあの海賊ギルドプラスで、えー、イベントがあるんですけれども、えー、そのね もうここにいるんだから出ちゃえということで、えー、誕生日当日まで付き合うことにしました <laughs>。なので、えー、ぜひぜひ、あのー、会場に来られる方もいらっしゃると思いますし、えー、配信でね、見てくださる方もいると思います。誕生日、あの、迎える時にね、配信もするみたいなので、えー、こちらぜひぜひ皆さん見てほしいなと思います。そんなね、あの、ハッピーな時間にね、みんなで集まれるって最高じゃないですか。えー、と思っているので、よろしくお願いしますという感じです。えー、 そんな感じで、えー、オンラインサロンの方ね、ぜひぜひよろしくお願いします。皆様の,、えー、あの参加を、ご参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いしますという感じです。それでは皆さんまた会いましょう。今日も頑張っていきましょう。じゃあねー。